店員さんには優しくしようって通ってた時は全然大変さとかわからなかったんですけど、ちょっと高校の頃からやりたかったので。叶いましたね。職業調査隊ペンク取ります。隊長、副隊長、せーの、職業調査隊。前回は渋谷の街へ調査しに行ったよ。今回はみんなバイト何してる、マット渋谷最終処も始まるよ。職業調査隊。年齢おいくつですか？23歳です。同い年。あ、同い年。どんなバイトしてました？私はラーメン屋さんで。コンビニで。コンビニで。なんでラーメン屋で働こうって思いました？家近かったからです。近くていいなって思って、はい。私も家近かった。業務内容みたいなちょっと聞かせてください。私はホールでラーメン運んだりとか、ちょっと餃子焼いたりとかしてました。餃子焼いたりもすごい、はい、私はなんだろう、レジ打ったり品出しとか、あと肉まんとかやったり、ね、バイトする前と働いてからなんかイメージ変わったなっていうのありますか？なんか店員さんには優しくしようって思います。、はい、私もそうですね、頑張ってるな。時給とか覚えてます？その地元新潟県なんで、地球が新潟なんですけど、新潟かかってる、あ、はい、多分950円とかそのくらいだった気がします。私も980円。うん、週どのくらい入ってました？覚えてますか？私結構入ってて5、6ぐらいは入ってました。ほぼ毎日、はい、私もめっちゃ働いてて週5とか、バイトしてて良かったなって思うことありました？あー、まかないが食べれたら。でも好きなものを食べれたの、はい、なんだろう、お金頑張って貯めてめっちゃディズニーとか行きまくってて。いいですね。職業調査隊。おいくつですか？20歳。今年成人式。終わったらいいです。ああ、おめでとうございます。今何のバイトしてますか？テニスコーチやってます。テニスコーチ。カフェで。カフェで。なんでテニスコーチやろうと思いました？もともとテニスやってて好きだったって誘われて、部活とかでテニスやって、まあ、そう。カフェはなんで？カフェはずっと高校の頃からやりたかったので。じゃあ夢が叶いましたね、はい。主にどんな仕事内容ですか？テニスクラブでテニスを教えたりしてて。学年とかはもう本当に小学生から大人とか70とか、で、おじちゃんおばあちゃんまで、はい、すごい幅広い、はい、カフェは。ご覧の通り緊急事態です。マイクが切れましたね。でも兄さんたちがとっても素敵なお話してたので、頑張って独身術でお伝えしていきます。任せてください。週どのくらいバイト入ってるか聞いてますね。テニスの兄さんは週4ですかね。カフェの兄さんは週1っぽいですね。入ってなさすぎだろってめっちゃ笑ってますね。次の質問は、バイト始まる前の始めてからのイメージは変わったかって聞いてますね。これ激ムズですね。おそらく教えるのが大変って言ってますね。テニスの兄さん違ったら優しく DM で教えてください。カフェの兄さんはおそらく楽そうなバイトに見えるけど、そんなことないって言ってます。ボーバックスの行列をいつも見ると店員さんすごいと思います。いつもありがとうございます。最後の質問ですね。バイトをしててよかったことは何かですね。テニスの兄さんは多分いろんな人と関われて嬉しいって言ってると思います。老若男女を相手にする機会ってなかなかないですよね。すごいです。カフェの兄さんはそうですね、やっぱだけ分かりました。おそらくバイト仲間も仲良くていいみたいなこと言ってると思います。違ったら本当すみません。2人の兄さんインタビューありがとうございました。職業調査隊。宝くじ前に聞きたいと思います。大学何年生ですか？4年生です。4年生です。4年生。今何のバイトしてますか？ホテルのフロントでバイトしてます。塾講師をしてます。塾講師とカフェの店員と東京ドームの接客員してます。すごいやってますね。ここの塾は同じ塾ですか？あ、違う塾。なんでそのバイト選びました？家から近かったから。もともとそこの塾に行ってたので、そのつながりでいろんなことやりたいなと思いました。この仕事ないよ。お願いします。チェックインとかチェックアウトとか、ホテルに来る方の案内とかしてます。生徒に勉強を教えたりとか、あとは保護者の対応とかをしてます。塾講師は高校数学を2人に教えてて、東京ドームでは席案内とかインフォメーションとかやってて、カフェの店員はレジ業務とかドリンク作ったりとかしてます。
バイトのイメージが働いた後どう変わりました？思ったよりも事務的な作業が多いなっていうのが思いました。思ったよりも大変で、やっぱり通ってた時は全然大変さとかわからなかったんですけど、教えるのってすごい大変なんだなっていうのを実感しました。私も3つ全て思っていたよりは大変で、まあ、でもその分楽しさもあったので続けられてるなって思います。週どのぐらい働いてますか？週に2回から3回ぐらい。私も週に2日くらい。私は全て合わせると週3。時給は？時給は1030円くらい。1200円くらい。塾と東京ドームは時給1200円くらいで、カフェは1000円くらい。このバイトをしてて良かったことお願いします。なんか電話対応とか結構するので、それに慣れたこととか、お客さん案内して喜んでもらえたこと、やっぱり生徒の成績が上がったりとか、自分の志望校に行けたりとか、そういうのを報告を聞くのがすごく嬉しいです。全て人と接するお仕事なので、その人と丁寧に接するそのやり方とかを学ぶことができたな。職業調査隊。はい、お疲れ様でした。初めての外ロケっていうことで、わあ、もう最初大変だったね。人がいっぱいいるんですけど、うん、もうね、答えてくれる、ね、誰に声かけていいんだろうもあったし、声かけてもごめんなさいみたいなね、なんて友達も来るんであ、そうそうそう、30分経っても来ない人とかいたもん。あれみたいな、めっちゃカタツムリ、友達カタツムリっていうのもあったんですけど、うん、皆さんの協力してくださって、うん、ありがとうございます。たくさんのバイト知れてよかったです。今日はまたね、違うところでね、うん、いいなと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。あと街でこのチャージ見かけたらぜひ声かけてください。お願いします。ではさよなら。さよなら。